古流武道とは日本の古い武術やその伝統を守り継ぐ流派の総称ですこれらは主に戦国時代から江戸時代にかけて形成され現代に至るまで伝承されています古流武道は単に戦闘技術に限らず精神修養や身体鍛錬さらには生活の哲学までをも含んだ広範な教えを持つことが特徴です歴史的背景 古流武道の始まりは平安時代後期に遡ることができますが、多くの流派が成立したのは戦国時代に入ってからです。この時期、日本は各地で戦乱が絶えず、武士たちは生き残るため、また戦いで勝利するために、さまざまな武術を磨きました。そして、それぞれの技術や哲学は流派として体系化され、後世に伝えられることになります。江戸時代に入ると、 平和な時期が長く続き、武道は実践から精神的、芸術的な要素を含む収容へとその目的を変えていきました。この時代になると、剣術、弓術、創術などの武器を使う武術だけでなく、柔術、現在の柔道の前身、居合術などの無武装の武術も発展しました。主な流派と特徴。剣術、日本刀を用いる技術。 流派によって特色があり、例えば、一刀流、進化下流、伝統的な技術や型を重んじる流派が多い。柔術、投げ技や、関節技を主体とした、格闘術。体を柔軟に使い、相手の力を利用する技術が特徴。小野派一刀流や天神心要流などが知られる。弓術、弓と矢を使う技術。戦場での、 遠距離攻撃手段として発展し後には神道とも結びつき精神収容の手段ともなった山福流や本間流が有名僧術槍を使った武術槍の長さを生かした技術や短所を補うための近接戦技術が発展一伝流や薩摩伝来流が存在する居合術刀を鞘から素早く抜いて切る技術 突然の襲撃に対処するために発展した無双磁気田園神流や宮本武蔵の流派である二天一流などが有名現代における古流武道。現代においてもこれら古流武道の多くが継承されており日本のみならず世界各国で学ばれています